こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画の内容は続きものになっていますので、初めての方は第1回目からご覧くださいね。チャンネルをクリックすると潜在意識コントロール教室の再生リストがありますので、そちらからご覧ください。お急ぎの方は最初の4本、基本講座だけでも大丈夫です。今日のテーマは、自分を癒す効果とは、です。前回は、自分を癒す方法をお話ししました。これは、過去の自分に会って、その時の気持ちを分かってあげる、というやり方でしたね。昔体験した辛いことは、できるだけ忘れてしまいたいと思うものです。でも、潜在意識の中では、昔の自分はまだその状態にとどまっています。潜在意識は過去の自分だと言いましたが、もう過去を忘れてしまっているから、潜在意識もわからなくなってしまうのです。ですから、逆に積極的に思い出すことによって、潜在意識が使いやすくなります。過去の自分の気持ちをわかってあげると、どうなるかを考える前に、逆に、わかっていない時は何が起きているかを考えましょう。潜在意識の一部が過去の嫌な出来事にとらわれている時には、実は自分が思うほどやる気が出ないんです。まるで馬力の小さい車のようで、心はもっとスピードを出したいと思っていても、上り坂にでもいるようにアクセルを踏んでも思うほどスピードが出ません。それは過去の自分が現在の自分を後ろ向きに引っ張っているからなのです。現在の自分とは向かう方向が異なっているんです。そんな時、現実はどうなっているでしょうか。仕事は頑張っているのに成果が出ないとか、人間関係でもいつも同じトラブルを作ってしまうとか、そんな風になっているでしょう。逆に、その過去の自分の思いが変わったらどうなると思いますか？現在の大人の自分に、分かってもらえた、と過去の自分が思えたなら、その子は大人のあなたと同じ方向を向き始めます。すると、あなたはもっとスムーズに動けるようになり、積極的になりますよ。性格がすっかり変わってしまうかもしれません。過去の自分と対話する方法は、第4回、第5回の動画でお教えしましたね。ここで簡単に復習しましょう。重要なポイントを覚えていますか？過去の自分と対話するときには、それが何歳の体験であっても、必ず6歳の自分をイメージします。だから、過去の自分のことをインナーチャイルドと呼ぶのでしたね。まず、目を閉じて、その子が目の前にいるのをイメージします。そして、その子が何かを体験した時の感情を分かってあげるのでしたね。それから、その子を助けに来たのだと伝えましょう。その子があなたを信頼したなら、反対向きに歩こうとするその子に、私と同じ目標に向かって歩いてほしいのと伝えましょう。その子がうなずいてくれるまで、優しく説得してくださいね。こんな風に過去の自分と話すことによって、あなたは少しずつ変わっていきます。今まであなたは、自分はこの性格が生まれつきだから、変えようがないと思っていたかもしれません。それが、このような癒しを繰り返すことで変わっていくんです。これをするのは寝る前が一番効果的です。過去を思い出すのは辛いと感じるなら、軽いものから思い出して、一つずつゆっくり癒していきましょう。ですから、ぜひ続けて過去の自分との対話をやってみてくださいね。